もう25年経てば、まあ、生きてはいないと思いますので、とにかく探したいんです、彼女をね。どういう形であれ、見つけ出したい、その一心なんですけど、これは何年経っても変わらないんですよね。25年ということは、もう、のり子がいなくなったら24歳ですから、もう49。いろんな夢を、してきたと思うんですけど、生きておれば、元気でおれば。それが、かわいそうで、残念で、私らにはどうにもしてやれない。ただしてやれることは、見つけてあげるということ。これが一番大事だと思うんですよ。見つけてあげて、まあ、古くさいあれですけど、供養してあげるっていう形が取れれば、一応私らの中でも一段落という気持ちになるんですけど、今は本当に中国ラリーで、25年前の情報があるとはなかなか難しいと思うんですけど、だけどちょっとしたことでも報道関係の方、警察の方に連絡いただきましたら、それがきっかけで本当に万に一つも可能性がね、出てくる可能性があります。繰り返しますけど、私はいくらでもどこへでも行きますけど、さすがにもう70超えて半ばになりました。もう体力的にちょっと無理がありますので、とにかく皆さんのお力でなんとか解決しなくてもいいから、彼女を見つけてあげたい、それだけです。知ってる方がこれからだんだん少なくなられると思うんです。だから解決までは風化を防ぐために頑張っていきたい、ただそれだけです。